人間生きていくためにはお水が絶対に必要になってくるんだけど、これからの暑い季節も例えば風邪ひいてどうしてもやっぱり水分多く取らなきゃいけないでしょ。そういうとこからそういう時とかもやっぱ大事じゃん、水分って。やっぱお水早く飲めた方が時間短縮になるし効率がいいって。今日はこの生命維持に大事なお水、ちょっと500が欲しかった、550しかなかったんだけど、これを一瞬で飲みたいと思います。グッてやってパンってやるの。グッてやってパンってやると、あ、これ潰れるやつね。グッてパンってやるとお水が一気に飲めるから、一瞬でお水なくなるからね。本当に見ててね、目離しちゃいけないからね。こんな感じで、ほら、一瞬でお水が飲めたよ。やっぱりね、時間は大事だから、何事も一瞬で時間効率的にねやっていかなきゃいけないの。もちろんみたいに今みたいにあの一瞬でお水を飲むっていうのはとっても効率的だし、みんなもぜひやってみて。